どうも、翔太です。映画、スーサイドスクワッド見てきたんだけどもね、面白かった。世間ではっていうか、アメリカでは、なんかすごい、まあ、興行収入を記録してるにもかかわらず、あんまり評価が高くないらしいのね。で、なんかちょっとなんかその微妙みたいな、肩透かしみたいな。予告編がめちゃめちゃ面白そうだっただけに、なんか内容そうでもなかったな、みたいな感じ。結構不評らしいんだけどもね。俺が見た、感じた感想ではですね、面白かった。かなり面白かったよ。まあ、ストーリーは、バットマンが、ゴッサムシティで捕まえた犯罪者たちがいて、その犯罪者たちを使って、悪の組織に対抗する、まあ、ソルジャーにしようと。で、ソルジャー部隊を結成するって。で、犯罪者だらけの、ソルジャー部隊が強大な敵と戦うっていう。まあ、そんな感じのストーリーで、バリバリのアメコミ映画。アメコミだ、DC コミックだね。バットマンが出てる、DC コミックの、原作の、映画なんで、まあ、アメコミ映画っすね。なんだけど、俺はね、これまで見たアメコミ映画の中で、ね、一番で気に入ったというか面白かったんだよね。うん。で、なんか、まあまあ、確かにね、ストーリーはね、ちょっと雑なところがあるんだよ。まあ、それも、それはアメコミ映画だから。アメコミ映画って大体ストーリー雑だから。で、アメコミ映画よろしく、ストーリーは結構雑なところがあって、犯罪者集団をこう作って、じゃあこれを、じゃあ、どこと戦うために犯罪者集団をソルジャー部隊にするんだっていうので、特段戦う敵はいないの。特段戦う敵は具体的に上がってなくて、結局その犯罪者集団が戦うのが、味方のボスが、何の気なしに捕まえてきた悪の妖精が逃げちゃって、その悪の妖精と結局、味方、その犯罪者のソルジャーたちが戦うみたいな感じで、いや、お前、それは、味方のボスがそいつを捕まえてこなければ、そもそもなかった話なんじゃないの？とか、あとはなんか途中、その犯罪者集団の一人が、なんか首にね、犯罪者集団が爆弾を仕掛けられてて、バトルロワイヤルの感じだよね。逃げたら殺されるとか、敵と戦わなかったら殺されるとか、反逆しようとしたら殺されるって設定で、でその首の爆弾を解除する、なんかメカみたいのを、その犯罪者の一人が持ってて一人を解除するんだけど、結局物語の中盤以降、それを持ってるのに、なんかそれがなかったこととして物語が進行するみたいな。結構ね、ザルなんだよね。結構物語ザルなんだけど、そんなところはね、少しも問題じゃない。もともとアメコミ映画に、そんなストーリーがどうしたとか求めてないから。ね。で、じゃあ、僕はね、スーサイドスクワッドを見て何が面白かったかっていうと、もうね、これは音楽、映像、キャラクター、この3つ。これがね、すっげえ良かった。もう、抜群に良かった。でも、エンタメ映画としても昇華してた。で、音楽は、もうね、ベタっちゃベタなんだけど、ベタな音楽の使いどころがすごい良くて、ここは上がるだろうって瞬間に上がる音楽をバーンと当てて、で、なんかこう、なんかもう、もう、いやおうがなく、もう、無理やりテンションが上がるみたいな。そりゃ、ここでこの音楽使ったらテンション上がるよね、みたいな。もう、超ベタよ、音楽は。なんだ、ブラックサバスとか、あとは、クイーンとか、あと、エミネムとかもいたかな。っていう感じで、結構その、超メジャーどころの、超メジャーな曲をバン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 、要所要所で、こう、使うんだけども、まあね、ベタっちゃベタなんだけど、その音楽の使いどころが、まあ、そりゃ、ここでこの音楽使ったら上がるよねっていう感じの、わかりやすい感じで、わかりやすくテンションが上がる感じの音楽の使い方をね。映像も良かった。これはもう、もう衣装とか、キャラクターの造形とかもそういうところから、まあなんかこの映画全体のこう色味とかも含めてなんだけども、まあなんかすごいスタイリッシュ。スタイリッシュでかっこいい。うん、かっこいいっていう感じの色使い。映像っていう感じでね。あとなんかやっぱ、左右対称でちょっとなんて言うんだろうな、キューブリック的なさ、こう もう最初の冒頭のシーンでなんか戦闘機みたいなわーって飛んでるところとか、もう左右対称になって、だからちょっとキューブリック的なね、なんか映像もなんかすごい芸術的な感じで、かっこよかったし、あとはキャラクターね、
キャラクターが今回、また犯罪者集団っていうことで、結構何人かいるんだけども、どいつもこいつもキャラが立ってて、キャラクターが多いんだけど、まとまってた。あれこいつ誰だっけっていうのがなくて、どいつもこいつも、ちゃんとキャラが立っててね、よかったね。ジョーカーの彼女とかね。で、今回のジョーカーもよかった。うん。今回のジョーカーもね、サイコパスっぽさがね、すごいなんか、出ててね、ダークナイトの、ジョーカーもね、ヒースなんだ、なんとかだっけ、とかもなんかすごい、良かったけれども、今回のジョーカーもね、すごいかっこよかった。っていう感じで、まあ、役者も良かったしね、まあ、ストーリーは雑だけど、それをもう補って、もう音楽と映像とキャラクター、もう演技で、なんか全てカバーして、もうプラス120点ぐらいに持ってったっていう感じで、俺はね、何にも考えずに楽しめた。まあね、2回3回見る映画じゃないけどね。という感じで、スーサイドスクワッド。僕はね、すごい良かったです。デートとかにね、おすすめかな。あ、でもね、ジョーカーの彼女はね、すげえ可愛い。すげえエロくて、可愛い。もうね、これ、ジョーカーの彼女、ジョーカーの彼女がもう可愛さだけで、もうこの映画見る価値ありって、僕は思いました。はい、そんな感じ、僕はね、スーサイドスクワットおすすめです。皆さんぜひ、見に行ってください。はい、という感じで、柴田のスーサイドスクワッドの感想でした。では。